こんにちは、デスクレフです。星彩斗です。くです。変に頼みたいことがあって、この後撮影がある、うん、でその中で衣装替えを何回かする、うん、一番最初に使う衣装があるんですけど、うん、その衣装を実はまだできてない。おー、うん、18話だったかなぐらいで、緑色の T シャツアッシュが着てるんだけど、はいはいはい、エイジェイジェイ足が全然起きなくてみたいな、うん、でその先に来てる後ろにね、鳥がノリノリくんじゃない鳥が、はいはいはい、アメリカの鳥ね、そういるんだけど、それの一匹まだかけてなくって、うん、それを描いてほしいんだわ。でね、ちょっとそれがあるんだね、ちょっとちょっとじゃあエイジもちょっと今 見えないようにこう出すけど、見えますかねこれね、今センターに書いてあるのが足が描きました、足が描きました。で、これ友情出演としてちょっと前にこのこっち側のやつをショーターに描いてもらいました。ありがとうショーター、ありがとう、ありがとう。ということで、こっち側がね空白なんですよ。で、ここをエイジに描いてもらおうと思うんだけど、ぶっちゃけ、うん、私とショーターは見本を見て描いた、うん、見ずに描けるっしょ。そうだね、うん、どういう心情どういう心情難しいんだけどさ。そうだから残りの部分をエイジに描いてもらって、うん、今日それで撮影して動画に出す。また怒らないでね。どうなっても怒らないでね。いや、まあできるよけど。ということで、じゃあエイジに描いてもらおうと思います。はい、横に大体の大きさの目安の白いこう紙を貼ってあるから、本当にすぐその横ぐらいに書けばちょうどいい。はい、はいはい、何書くか分かってる？ちょい書いてください。マジ動画で使うからね、切るからこの後。オッケーオッケー、よろしく。よ、じゃあお願いします。いきます。できた。できた。自信満々じゃん。自信満々。どれくらい自分の点数100点満点中？90点。90点。うん、じゃあちょっとこのまま皆さんにお見せしましょう。こんな感じです。じゃん。じゃーん。ああ、あの再現度高いと思う。なんかさ、隣のさ、なんかもう。こっからここまでに収めてって言ったのに不穏な空気があったんだよね。なんかさ、羽でかくない？ちょっと羽がでかかったね。ちょっと隣の人に隣の人そう、じゃあちょっと答え合わせです。いくよ、うん、いきまーす。ブロ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 、あっ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 、徹夜徹夜ということでね、書いてもらいましたが、うん、どう何点？何点？いや、なんか、うん、大まかに覚えてるからすげえと思う、うん、本当に、うん、あ、毛入ってなかった。そう、なんか、どう思ってる。そう、なんかね、なんかとこう混ざってる。ノリノリ君と笑った。おいおい、日本のノリノリと混ぜてんじゃねえよ。点数？いやでもな、70、なんとも言えんだろうけど70。でもすごい特徴は捉えてる。なのでこれを見て、はい、この後動画あ撮ります。楽しみ。はい、これを使ってる動画はぜひぜひ出てるかな。はい、ということで見てください。ということでね、はい、じゃあこれで撮ります。じゃあありがとうございました。はい、ありがとうございました。じゃあね、バイバイ。もうでもかなわでかいわ撮ってんだけど